やはりホームでやることだし、相手がどういうサッカーをしてくるかというのも、しっかりと頭の中に入れなければいけないですけど、その前に自分たちでやはり自分たちのサッカーをする、それが一番だと思います。去年はホームでも勝つ試合が少なくて、すごく、残念な思いで、スタジアムを後にする方が多かったと思いますけど、やはり今年は、ホームは全て、勝つつもりで、やっていきたいと思いますので、今年も応援よろしくお願いします。そうですね、まだまだ質のところも、まあ、戦術のところも、もちろんパーフェクトではないので、とにかく少しでもいい状態で、まあ、開幕に向けて上げていきたいと思いますし、あとはやっぱり、なかなかこう完璧というのはないので、とにかくシーズン始まってからもこう成長し続けられるように、もちろん勝ちながらもこう成長していけるような、まあ、そういう土台というのをしっかりと作りたいなと思います。冷静に戦うことですかね。自信を持って、とにかく精神的なところというのがすごく、まあ、大事だと思うので、そういう意味でもしっかりと全員がいい準備をできるようにしたいと思います。勝つことが全てなので、そういう試合を見せられるように、頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。今年は、俊也と一緒に、真ん中センターバックでやること多いですけど、まあ、2人とも怪我なく、まあ、もっともっと、2人で向上していきながら、リーグ戦を最小失点でやっていけたらいいと思います、はい、また新しくなったチームを、見にスタジアムに足を運んでくれれば嬉しいと思いますし、まあ、いい試合は今年はいっぱいできるように頑張りたいと思います。雰囲気はいいですね、はい、でまあ、新しく入った選手も多いんで、まあ、もっとプレーしていけば良くなるんじゃないかなって思ってますけど、コミュニケーションとか、まあ、長い時間こう一緒の選手がプレーすることによって、まあ、コンビネーションもそうだし、まあ、そういうのが高まってくればいいかなと。だって絶対勝ちます。はい、短っ。シンプルで一緒。開幕戦ね、スタートダッシュこうできるように、まあ、みんなで一丸となって戦うことは当たり前だし、まあ、勝つことによって、ね、いい雰囲気になって、まあ、だんだん、波に乗れるようなね、ジュビロのサッカーをできればいいなと思います。いや、もうチーム一丸となって戦うことですかね。前田が頑張ることです。はい、いや、あなたも頑張って、はい、はい。